ベストを着た、バーテンダーベストは、道着の一種であり、国や時代によって、意味や形態が異なる。本来は、下着と上着の間に着る中衣であった。袖のないベストは、フランスでは、ジレ、イギリスでは、ベストコートとも呼ばれる。日本では主に袖のない前合わせの中衣、あるいはインフォーマルな上着を意味し、ベスト単品のものは、オットベストと呼ばれる。 ニットのウールやアクリル製、あるいは背広とともぎれが一般的だが夏用やオールシーズンに、またが梱棒にポリエステルポリウレタンが用いられることもある。なお、日本では明治期に袖なしの短い道着を直帰と呼ぶことが定着した。その語源については外来語に由来するという説、自家着の添加であるという説などがある。しかし、 1960年代から1970年代にかけてベストなどの表現がより一般的になったと言われている。ベストの元は15世紀後半から17世紀半ばまでヨーロッパの主要な男性用上着であったダブレットである。1650年頃にはダブレットは着丈、袖丈が短くなり、身幅も狭くなっていた。そして1660年代からはその上に、 市民や兵士の防寒着だったカサックから変化したジュストコールが上着として着られるようになり、ダブレットは注意となってベストと呼ばれるようになった。当時の着こなしでは中のベストが見えるように上着の前は開けたままにし、袖口からシャツを出していた。そのためベストは派手な色彩や豪華な刺繍が施されたものになった。また、この頃のベストには袖があり、 袖口からシャツを覗かせる代わりに、ベストの袖口にレースを縫い付けたものも見られた。18世紀に入ると、ジュストコールが細身になり、ルイ15世の時代には、ベストの袖がなくなった。そして、この袖のないベストはフランスでは、ジレ、イギリスでは、ベストコートとも呼ばれるようになった。カジュアルなベストの例イギリスでのベスト現代の、フランスでは、ジャケットや短めのコートを広く意味する。 アメリカ英語でベストは袖のない注意全般を意味し、婦人用のものや注意に限らず上着として使えるものも含まれる。日本語でのベストは主にこの意味である。現代のイギリスでは袖のない中衣はベストコートと呼ばれており、ベストはアメリカ英語でのアンダーシャツを意味することが多い。現在では古語であるが、装服の意味もあった。上着を着た時に胸元にベストが見えることから、 ジャケットやブラウスなどのベスト風に飾りをつけた胸元部分もベストということがある。ありがとうございます。